回はこのアディダスコパーピュアプラスを履いてみたいと思います。今現在3万4100円で販売されています。このアディダスコパーピュアプラスは前作のコパセンスプラスから何箇所か変更されていて、履き口、ヒール構造、アッパー素材、アウトソールが変更されています。コパらしいシンプルなデザインはそのままに、進化版フュージョンスキン、トリプルフォーム構造、トルションフレームの3つの新たなテクノロジーを採用。ソフトなカウレザーに水分の染み込みやすさを抑える加工を施した進化版のフュージョンスキンアッパー、さまざまな天候下でも柔らかなボールタッチを伝える。アッパーにプリント加工を施すことでボールグリップ力にも貢献。トリプルフォーム構造で外側は安定性を高めるために高密度、内側はボールの勢いを吸収しコントロールしやすいように厚みを持たせ、中央部分は素足感覚にも近いダイレクトにボールを感じられるように低密度で柔らかいフォーム材を採用。履き口にプライムニットカラーを採用することでレースレスでもプレーに求められる高い安定性とフィット感をサポート。前モデルから約 40g の軽量化したトルションフレームがスピーディーな動きの中でのボールタッチに貢献。リブ構造が搭載され俊敏かつ軽快なステップワークをもたらし、天然芝で確実なプレーを引き出す。ただこちらの FG モデルのアウトソールはネメシス18の頃に採用されていたトルションフレームアウトソールを採用しています。あらゆる無駄を省きながら、プレイヤーがレザースパイクに求める柔らかいボールタッチはもちろん、今までにない圧倒的なフィット感を実現。